今回はイギリス最南西部コーンウォールのご紹介です。日本ではまだあまり知られていないイギリス人から愛される自然にあふれた秘境の地、絶景スポットの多いコーンウォール編スタートです。夏休みになるとスペインやイタリア、ギリシャなど周辺国のリゾートへ足を運ぶことが多いイギリス人ですが、イギリス国内で夏を過ごすなら間違いなくここと圧倒的に人気の高いリゾート地がコーンウォールです。コーンウォールに住む人々はコーニッシュと呼ばれ、独特の文化や言語、独自の旗まであり、アイデンティティがとても強い地域。陸地面積に対する海岸の比率はイングランドで最大と言われ、イギリス随一のリゾート地。ここでは美しい海や絶景を楽しむことができます。ロンドンからコーンウォールへは電車かバスで行くことができます。コーンウォールはイギリス最南西部のため片道5時間半と長旅ですが、乗り換えなしの電車や夜行列車、バスもあり、車窓からの景色を楽しみながら行くことができます。今回はここコーンウォール地方にあるセントマイケルズマウントに行くことが目的の旅だったので、その時の様子をシェアします。セントマイケルズマウント、イギリスのモンサンミシェルと言われている場所。フランスのモンサンミシェル同様、干潮時には道が現れ、満潮時には海になり、道が閉ざされてしまいます。島へはボートで渡っていくので、チケットを購入する必要があります。セントマイケルズマウントとモンサンミッシェルには多くの類似点があります。モンサンミッシェルは聖ミカエルを祀っている修道院ですが、セントマイケルズマウントも同じ聖ミカエルを祀っている修道院です。またモンサンミッシェルを英語に訳すとセントマイケルズマウントとなるのです。さらにこの2つの修道院の位置関係もとても興味深く、モンサンミッシェルから船に乗りまっすぐ北に進むとこのセントマイケルズマウントに到着するそうです。セントマイケルズマウントは数多くの逸話が語り継がれていて、そのうちの一つがこの島は巨人が作り上げた島で、そこに住んでいた巨人に多くの人々が食べられてしまったが、アーサー王と騎士たちが巨人を倒し、アーサー王に感謝した島の人々が山の上に教会を建てたというもの。パワースポットとしても大人気で、数多くの逸話が残るスピリチュアルスポットです。見た目こそそっくりなモンサンミッシェルとセントマイケルズマウントですが、フランスのモンサンミッシェルには修道院が、セントマイケルズマウントにはお城と礼拝堂が建っているという違いがあります。現在はナショナルトラストが管理していますが、島には今もなお12家族が暮らしており、庭園の手入れをはじめ島の維持に貢献しているそうです。セントマイケルズマウントの敷地内にはカフェやレストランもあり、お昼休憩を取ったりゆっくり休憩をすることもできます。私が行った時は夏だったので、アイスクリームを売るキャビンカーがとても人気でした。島にはこういったギャラリーもあり、絵を見てゆっくりしたりのんびりとした時間を楽しむことができました。もし日程に予定があれば、宿を取って何泊かコーンウォール地方を巡ってみるのも楽しいと思います。